どうも勇者です。はい、報告すると言っていましたのでバシバシ報告していきたいと思います。ドラクエウォークの状況でございます。今まで歩いた歩数 74,588 歩まで伸びました。まあ、といっても前回の動画から今回まあ約1週間も経ってないか5日ぐらい経ってると思うんですけど、そんなに歩けた時がなくて、昨日ですかね、金曜日ぐらいにちょっと多少うろうろ頑張れたって感じですかね。はい。ただ歩いてても結構この昼間歩くと割とちょっと問題が起こったというか、あまりにも天気がいい時だと画面が全然見えないですよね。こう明るくて外で歩いてると、であまりにも田舎だと本当影がないので影入れないともう全然もう画面輝度をマックスにして見てギリギリ見えてるみたいな、でそれも輝度をマックスにしてると今度電池が減ってくみたいな感じで、結構これがまあドラクエウォークあるあるになるのかもわかんないですけど、画面が暗くして電池を抑えたいけど実際見えないみたいな。で、あとは、まあ、あと結構目的地が近いので、まあ、パッと見セットしたらね、200メーターとか出てるんですけど、200メートルってそんなにこう、喋りながらとか歩いてるとそんなに長くないから、気がつけばスルーしていると。とにかく建物スルー、建物スルー、目的地スルーがすごく多くて、実際は、冒険ランクみたいなのとかはそんな上がってないです。目的地にあんまり行けてない。ただただ歩いて、ただただ雑魚を倒してるというような状態のプレイが多いですね。はい。なので、レベルはね、そこそこ上がったと思うんですよ。ほんまに。仲間も一人得ましたし、ちょっと見てみますか。これは私の自宅近辺ですけど、ちょっと名前が出ないようにしとかないといけないんですけど、一応まあ装備は全然変わってなくて、こんな感じですね。レベルが20、まあ真ん中の2人も20目前と。で、心もまあまあまあ手に入れて、今何があったっけな、こんな感じですかね。はい。で、その目的地行かずにうろ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 してるから結構強い、なんていうんですかね、難しいストーリーを読み込んでおいて、でひたすらそれで歩いてるような状態なんですよ。まあ壺とかは取るから、まあ、回復するやろうと思って、で回復アイテムもまあ結構もうガンガン手に入るからもう積極的に使いまくって、強めの敵と戦ってるみたいな、自分がちょっと辛いぐらいの雑魚と戦ってるような状態ですね。でやってますね、最近は。はい。そんで、今回は、まあ、マイレージが溜まったので、7000円ぐらいあったんですよ。で、これチケットに交換しまして、これでちょっとガチャを、久しぶりに、久しぶりでもないけども、久しぶりに引こうかなと思います。で、ジェムの方が、11,800個、まあ、思いっきり溜まってるんですけど、まあ、これといってまだ、なんていうんですかね、絶対装備欲しいわ、みたいなことはないので、今んとこ、可愛らしいので、別に服装も。なので、まあ、あんまり、こう、ガチャしたいな欲はあんまないので、基本ちょっと自分的な縛りとして、10万歩ごとにジェムでガチャ引いていいぞっていうことにしようかなと思ってるんですよ。やっぱその歩きに連動させたいので、まあ、その時にジェムがもし足りなければ、まあ、課金も全然いいと思ってるんですけど、まあ、とにかく10万歩歩いたら、記念に、その時にある、ガチャを引こうかなと、まあ、思ってます。で、チケット、あとは、随時、溜まり次第引いていくという形にしようかなと思ってて、まあ、今回ちょっと、このロト装備の、チケットが100枚になったので、一回行きたいと思います。竜王装備は、あんま興味ないですね。まあ、変な髪型ですね。あれ、なんか頭、いる？あれ。まあいいか。はい、欲しいです。まあ、ロトは今んとこ兜だけあるんですけど、まあまあ欲しいですね、どれも。兜以外は欲しい。ただなんかほんまにあんま当たらないみたいで、結構引きは良かったみたいですね、最初。兜だけ持ってるんで。よし、行こう。福引き補助券を100枚。よし。いや、正直ね、ロトじゃなくてもいいんです。あ、うわ。金が1個。流れ星行ったよ。これはツイヤーなんじゃないか？
もう虹がないんだが、いいんですいいんです、星4でもいいから武器欲しい。演武の根、今まあ全部星4なんですけど、カカロット、いや違う、カロット、バンデッドバンド、濁点が多いな。キングアックス出ました、ハッサンに持たせたいキングアックス。流れ星来たのにな、黒ひょうの爪と。流れ星来たけど関係ないのか、スイヤーなのかと思ったけど、マトドールスーツ貯めてー、なんやねん、持ってますねこれ、進化させよう。星4の武器が2つ出た、大木山。どうなの、守備力を下げるとか鉄鉱山とか出ます。まああのね、正直ね、装備とってもね、あのそれ聞いてたんですけど、強化がなかなかできないっすよね。強化アイテムもあんまり手に入らないし、金が全然足りないので、強化しないと強くないですからね。はい、まあこんな感じでした。今回はまあ爆死と言っていいですかね。使えそうな装備はあんまりなかったので、またコツコツ貯めたいと思います。ちなみに今はこれがすげえ強いです。これこいつがもう非常に猛威を振るっていて、こいつレベル20まで上げたんですけど、このシャインスコールがすげえ強いです。光のシャワーを降り注がせ、敵全体に威力 160% のデイン属性斬撃ダメージを与える。これ1個で持ってるみたいなとこあるんで、はい、まあ星4でも全然こういうのをこのスキル次第ではすげえ使えるってことですね。今多分勇者が一番弱いじゃないですかね。はい、まあ、あとはそのもう強化できひんからな、強化すげえ強化したいんですけど、武器強化ができないのでちょっとあるな。これを20まで持っていけたら嬉しいんですけど、多分お金いけるか、ちょっというわー、いけそうやけどいけんな、これもうちょっと足りないですね。武器強化石が今一番欲しいかな、とお金が欲しいですかね。はい、ということで私の報告会&ガチャでございました。またとりあえず次は10万歩記念で、またロト装備ちょっと引くかなと思います。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。